ウォーフレーム、今回はミラージュというキャラを使っているんですが、ミラージュというキャラはかなり攻撃力が高いんですが、防御力がかなり低いキャラとなっております。1番 BT でマルチショット、2番 BT で地雷、3番 BT で攻撃力と防御力両方を同化、4番 BT で敵を殲滅する破壊光線と、かなり攻撃力の尖った攻撃に偏った性能をしております。お前を血液へいざなう俺がアナルアサシンだ。その反面、走行値と防御力がかなり低いため、クイックシンキングやローリングガードは必須になると思います。大丈夫だ、問題ない。攻撃力だけではなく攻撃範囲も増やすことができ、ザコショルもできるし、ボス戦もいけるというかなり強いキャラとなっていますので、やる前にやれというプレイスタイルが好きな方にはおすすめなキャラクターとなっております。なんでさ、ゴリ押し最高じゃん。今回の対戦相手はマニアです。ヒカマーです。何をしてんの、何をしてんの。マニアも簡単に倒すことができます。死ね。ビルドはこんな感じで、オーラは自由枠、クイックシンキングとアンブラルファイバーで防御力を確保し、それ以外は威力と時間を伸ばした構成となっております。ヘルス回復はモルトリコアンストラクト、エネルギー確保はエナジャイを使っております。あとは好きな武器を持って戦いに行くだけです。防御力はプロテクティブスリングでカバーしております。装甲を剥がすためにステアナクスの縦投げを入れております。